はい、今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回も講義の続きで、今日作るのは耳ですね。耳を作っていきます。でこうやってね素材を畳んで、でねスピード針で叩いて固めるって感じ。これね、スピード針を使うっていうのがミソです。これねレギュラー針とかだと貫通しちゃうんで、こう貫通させないように、こうね耳の素材の、ね、厚さが薄いので、スピード針でやることで、まあ、表面だけ固めることができるから、こんな感じで叩いてやるっていうイメージ。突き刺すっていうよりも叩くっていうイメージね。でね合わせながらね、で裏表しっかり叩いてあげて、だいたい固まってきたら、今度はねこれフェルトを入れてるこう100均のね瓶の蓋なんだけれども、これ耳の作り方の動画過去に出してたやつで多分説明してると思うんだけど、僕ね羊毛を100均のねダイソーの瓶とかに入れて格納してるんですよ。でそれの蓋です。これでこういう透明なやつがあると、こうやってね中の状態確認しながら耳の縁とかこうやって刺していけるんで、怪我しないし、すごくねおすすめなんで、なんかこういったものをね活用するのもすごくありなのでね、ぜひねやってみてください。で縁が整ったら、もう一度ね改めてこう全般的に薄くしてってあげる。で耳はまあ薄いのに越したことはないんだけど、僕はね薄くしなきゃいけないなって思ってるところは、本当耳の縁をどれだけ薄くするかが勝負だと思ってて、でむしろその中心部分っていうのは少し厚みがあるくらいでちょうどいいと思ってるので、っていうのはねやっぱり耳を装着した時にしっかり耳がこうまあ薄すぎたら自立して立ちにくいし、すぐ崩れちゃうから、なるべくそこの強度も持たせることを考えると、縁の部分は薄く、中央部分は少し強度が出るように厚くっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。でね、こうやってね3本針でとにかく細かく刺していって、縁を薄くしてあげる。まあ薄くする手段っていうのはねもう何本でもあるので、アイロン使ってみるとかね、まあとにかくこう綺麗にやりやすいっていうか、どう表現するかによってやり方変わってくるので、まあそれぞれねこうやりやすいやり方を見つけてやるといいですよ。ちょっとね耳は結構しつこいくらいこうやってやってますね、で反対側も同じく縁の方をまずしっかりと固めてあげる、そして薄くしてあげる、まあ、こんな感じでどんどんいきます。このね耳の作り方、素材もほらいろいろあるから、僕ね最初の頃ほんとこう耳作るの樹脂粘土で作ってたこともあるし、山野さんいるじゃないですか、有名な作家さんで、山野さんなんかねこのフェルティングワックスとか使って耳ねワックスで固めてやったりするから、ああいうのもすごいなと思ったけど、僕ねちょっとなんか難しそうだからまだやってないんだけど、ああいうのもねいつかねチャレンジしてみたいなと思ってんだけども。でねベースで作るのはこんな感じだね。顔の部分、体、手足、耳、そこまでねやったら一段落かな。で次の工程に進みます。でねこっからはまあもう一度改めて頭部、形ね、顔の形とかをしっかりと整えていくっていう作業に僕は入ります。でねまぶたとか結構一発じゃやっぱりできなくて、今やってるみたいに少しずつ少しずつ足してあげて形を整えていくようにしてます。これねまぶたみんななかなか苦労してるみたいだけど、これねまあいろんなやり方があるからね、やっぱりこういろいろ試してみて自分がどう表現できるかうまく、で
このかぶせてくやり方は、気をつけなきゃいけないことって、まぶたが分厚くなっちゃうこと。で、分厚くしてしまうと、植毛した時に目がね、くぼんじゃうっていうか、奥まっちゃうっていうかね、沈んで見えちゃうんで、そうならないように気をつけなきゃいけないし、かといって薄かったらね、植毛できないし。でね、これね、また植毛してくるときにまた説明するけど、植毛っていうよりも、顔の中心部分、まあ顔ほとんどそうなんだけど、毛が立つように植えるじゃなくて、どちらかというと、毛を寝かせるようにして貼り付ける形の植毛の仕方。そういうやり方をすることで、今このね、顔を作ってる凹凸、こういったものがね、生きてくるんで、最初の頃ね、僕もこのベースは植毛したら毛で埋もれちゃうから、あまりね、細かく作ってなかったんだけど、でもそうするとやっぱりこの、後からね、この盛り上げなきゃいけない部分とか、植毛した後にできた時に、すごく、修正するのが大変だったのと、あとその、顔の凹凸の表現を植毛した毛のカットのやり方で表現するようなやり方になっちゃうもんだから、だからね、こう、最初なかなかうまく作れなくて。で、途中から、まあ、じゃあ初めからね、こうやって凹凸をしっかりね、ベースの段階から作り込んでおいて、その上に、まあ、差し固めの作品じゃないけれども、ね、ブルドッグとか、例えばね、フレンチブルドッグとか、ああいう超短毛種の子を作るときって、多分差し固めで作った方が作りやすいんだけど、まあそういうイメージで作ってって、で植毛するんだったら、その毛を寝かせるように貼り付けるようにしてあげたら、まあこの作り込んだ凹凸を生かすことができるなっていう結論になって、まあ今この作り方に至ってるんだけども。まあなので、その植毛の仕方ありきで、このね、ベースの凹凸も作ってるっていう感じですね。まあ今ね、目の周りとか細かいところこうやってやってるけど、これね、もう何度も何度もやります、この後も。もうなかなかね、ほんと一発では決めれないんで、本当に少しずつ少しずつで、こういう風に調整して顔全体を作った後も、もう一度モデルの子とね、合わせてみたりして、この違和感を探して、どこが肉盛り上げるんだろうとか、どこをへこまさなきゃいけないんだろうとか、まあそういったところをね、とにかく、まあ間違い探しっていうのかな、とにかくね、モデルの子との違いを見つけて、まあ近づけていく作業になります。もうとにかくね、これをもう何度も何度もやります。まあそうやっていくうちにね、少しずつ少しずつ似てくるようになってくるから。これはね、今ね、下顎の土台になる部分っていうか、首の肉の部分。この子ちょっとね、今作ってる子は少しね、太ってる子なんで、この辺の肉付けもね、結構大胆にやってます。でこういうとこもね、後から付け足す部分っていうのはやわくなっちゃうから、しっかりとね、何度も何度も刺して、固めてあげる。ちょっとね、こっから先ね、結構ね、僕の髪の毛が映り込むシーンが多くなるかもしれない。こう、みんなもそうだと思うんだけど、こう自分の作品ね、作る時の作り方ってあるじゃない。で僕ね、これ今カメラ意識して、本来作業しない場所で作業してるわけね。で僕本当はね、どこで作業してるかって言ったら、もう本当自分の顔の真下、顎の下ぐらいに作品持ってきて、自分の胸の前でね、体に作品くっつけて固定した状態でね、本当体に近い位置でね、作るもんだから、ちょっとね、こう本当に今カメラ意識して作ってるんだけど、
ちょっとね、集中してくるとだんだん体に作品を寄せてくるから、ちょっとね、髪の毛が映り込んじゃうんだけど、ね、ちょっとね、勘弁して。これね、今マズルをこうどん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 伸ばしていってんだけど、やっぱりね、ある程度形作って、その後も何度も何度も修正してね、伸ばしていってます。僕ね、これね、未だにやりがちなんだけど、やっぱこうやってモデルさん見て、ベースの状態でこうやってね、マズル作ってって、あ、こんなもんだなっていう風にもう決め打ちしてやっていくんだけど、やっぱりね、植毛していくと、あ、鼻先短いなっていうのに毎回気づいてね、まあ犬作品の時は特にほぼほぼ延長してます。で、今回もね、今これぐらいで作ってる時はいいなって思ってるんだけど、まあ最終的にね、またね、延長します。まあなんでね、やっぱりね、その細かい修正のね、繰り返しです。こうやってね、やっぱり後付けしたパーツはね、ふにゃふにゃしてるので、しっかり固めてあげる。してへこんだ分また補強してあげる。そうやって少しずつ少しずつ形を整えていく。これをまあ何度も言うけど、やっぱりね、いい形にできたからって言って固まっていないのにそのままにしちゃう。もうそこはね、潰してしまう。しっかり一度潰してしまわないと固まらないので、で、潰れたら毛を足して補強して形を整えてやる。これの繰り返し。それはどんなに細かい部分も一緒。目の周りであろうが、こんな大きなね、顎の部分だろうが。で、最後はね、締め込むのには、やっぱりね、これ今スピード針、スピードじゃないや、仕上げ針使ってんだけど、仕上げ針で何度も何度も刺してね、締め込んであげる。だいぶね、凹凸もできてきて、これの一つ前のあの動画かな。彫刻のようなね、あの画像を見せたけど、まあ、あれで見れるような凹凸をね、このベースでも作ってあげる。で、耳のつく位置とかね、だいたい見ながら、イメージを膨らませながらやっていく。これはね、耳の土台を作ってます。でね、今回はね、一個前の作品からちょっとやってるんだけど、鼻をね、今ね、僕はね、フェルトで作るようにしてるんです。今までは樹脂粘土で作ってたんだけど、で、それを、ボンドで貼り付けて、ってやってるんだけど、やっぱりね、鼻の上のこの、今刺してるとこ、継ぎ目。そこをうまく処理するためになんかいい方法ないかなと思って、まあいろいろ今までもやってきてるんだけども、でね、ちょっとね、試しにじゃないんだけど、こうやって今ね、フェルトでね、鼻をね、作っていくようにしてます。逆に手間かかるんだけど、でもその代わりちょっとね、一個前にチワワ作ってるんだけど、その時はね、同じ今やってるようにね、フェルトで鼻を作って、で最終的にそれを表面コーティングして色をつけてでやるようにしました。したらね、鼻の上のその鼻とそのマズルのね、そのつなぎ目っていうのがすごく綺麗に表現できるから、でこれはいいなと思ってるんだけど、で今ね、今回もね、それをやろうと思ってます。まあとにかく大事なことって、こう、まあね、いつも言うことなんだけど、まあ誰かの真似をしてやる、マニュアル通りにやってみるっていうのは、最初のうちはね、それでいいと思うんだけども、やっぱりこう、作れるようになってきたら、自分でこう、ここはどうやったら表現できるんだろうとか、何かこう、いい方法はないだろうかとかね、その、常識にとらわれずに、何かこう、全く使ったことない素材とか試してみるとか、そういう想像力がやっぱり本当にここから先必要になってきて、作家を目指すんだったらね、
趣味で別に遊びでね、まあやってるうちはいいの別に。だけど本当にこれで作業で食べていこうって思うんだったら、そういう人はやっぱりね、そこの能力がものすごく求められてくると思う。でそれがないと当然伸びていくわけがなくて、技術もそうだし、いい作品を作るっていうこともできないし、いい商品を作ることができないからね、いい商品サービスを作ることができない、そこの想像力がないと。だからね、本気でその作家で食べていきたいって考えてるんだったら、やっぱそういうところからやっぱりやっていかなきゃダメ。もうなんか楽しいじゃない、あれこれこうやったらできんじゃないかなって思ってとりあえず試してみる、やっちゃえばいいの。だって別にそんな失敗したらね、やり直せばいいだけなんだし、なんかさ、やるのにそんなに100万も200万もかかるわけじゃないじゃない。そんな風にね、何十万も一個作るのにお金かかるんだったら進めないけど、大きなリスクを背負わないでできる挑戦なんてもう死ぬほどあるんだから、もうとにかくできることからやってみる。するとね、新しい発見が必ずあるから、それが失敗したとしてもね、もちろん成功したとしても、まあ、とにかくね、いろいろまずやってみる、行動するっていうのがすごく大事かな。だいぶね、鼻っぽくなってきてるよね。ちょっと今曲がってるんだけどね。まあこれは後で修正していきます。で、ひげ袋の部分もね、付け足していって、もう微調整しながら形を作っていく。まあ、顔が一番時間かかるし大変だけど、多分みんなもそうじゃないかな。顔作ってる時一番楽しいよね。もちろんね、オーダーだからさ、似せなきゃいけないから大変なんだけど、まあでもね、その似せるっていうことも含めてね、まあ楽しんでできるよね、顔を作るのって。大変だけどね、今までそうだね、何体作ったんだろう、オーダーで300まあ言ってないけど300近く作らせていただいて、楽にできたことはね、ただの一度もないね。もう本当に毎回苦労してるし、今回もこれすごい苦労してます。コーギー作るのね、結構ね、久しぶりなんで、ちょっとね、犬大変よね。僕猫の方がやっぱりね、まあうち猫飼ってるのもあるかもしれないけどね、猫の方が得意で、犬はね、犬種によってね、だいぶ違うから、結構ね、苦労してます。まあでもね、それも踏まえてね、まあ作るのはやっぱり楽しいよね、やりがいもあるし。はい、そんな感じでね、今回はねここまでにします。またね、次回も引き続きね、いろいろやっていきます。はい、それじゃまた。